ばい、うわ怖いねこれ、残酷すぎる、イケメンだぜ。はいどうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。さあ今回も隣の人やっていきましょう。さあ前回主人公の仁科くんはストーカー被害に遭ってしまいました。ですがまだ犯人は断定できておりませんっていうか大体わかるんだけどね犯人。うん、それではやっていきましょう。三橋の言葉に、仁科の意識が切り替わる。あ、そっか、なんだっけ前回どこで終わった、ん、あ、そうか、ん、違うかな、授業が始まるから急げ的な感じのね、ことを三橋くんに言われたんだったっけ前回、忘れちゃったな。あ、そうだね、講義が始まるから急げと三橋くんに、急かされております。次の講義を担当する教授は特に厳しいことで有名だ。なるほど、開始時間までに席についていない生徒は容赦なく、欠席扱いにされてしまう。だったらさね、欠席扱いされちゃうんだったらもう出なくてよくないチャラいな考え方が。そんなことじゃやっぱりダメなのかな大学ってね、単位取れないんだったら別にもういいっすよっつってね帰ってもいいんじゃないのね、どうせね欠席扱いされるんだったら。シートは、掲示板から最も遠い校舎、うん、のんびりしている余裕はない。じゃあな、おおい足になって、膝痛めんぞ。三橋の、小言を背中に受けながら、仁科はシートへと駆け出した。なんか BGM でかくないこんなんだっけ前から、なんか BGM が異様にでかいぞ。あっぶね。仁科が教室に駆け込んだ時には教室の時計は講義開始2分前を指していた。いってなんだろう、急ぎすぎて足痛めたかな。少し無理をしたせいで、膝が痛む。うん、あるある、三橋の忠告通りになってしまったこと、苦笑いしながら軽く患部を撫でた。やれやれと、カバンから教材意識を取り出、かむね、取り出そうとしたところでスマホが震えるオーマイガーご覧ください、この驚きを間違いないな、ストーカーからまたメール来たんだろ、楽しみだね仁科くんには悪いけど楽しみだね。うん、これからの展開が。さあ今度は一体どういう内容のメールなんでしょうね。またメールだ、差出人は知らないアドレス、件名は仁科へ。うん、ネタ切れかな件名が毎回仁科へなんだね。昨日の、再現をしているかのような状況に仁科のこめかみが引きつった。本文はこちらも、昨日同様に一文字だけ勉強頑張ってと書かれている。うん、前回はお帰りでしたよね。うん、本文は今回は勉強頑張ってということはまたしても仁科くんはリアルタイムで見られているということですよね。ということはね、私のこのちっちゃい脳みそじゃあまり大した推理はできないんですが、おそらくそのストーカーの犯人はこの大学内にいることはもう確実ですよね。うん、絶対あのお隣さん怪しいってというか私の頭の中にはもうストーカーの犯人はあのお隣さんしかありえないと思ってるんですけどね。うん、根岸くんね。そして画像添付、これも前回と同じね、やり方やり口ですね。つい先ほどの掲示板で、掲示板でのやり取りを終えて授業へ駆け出す、仁科の後ろ姿が撮られていたね、あの前回その掲示板の近くにね、根岸くんもいたんだね。ますます怪しいですね根岸くんね。このストーカーの正体、写真を添付してきている犯人はやはり仁科くんなんでしょうか、それともこれから思いもよらぬ大どんでん返しがあるのか、非常に楽しみですね。言い知れぬ不快感が仁科にから、せり上がってくる。いくらなんでも悪趣味が過ぎる、誰がやっているかは、知らないが、これがジョークのつもりなら笑いのセンスを磨き直せやっと気づいたかそれ前回俺言ったよね。あの時は仁科くん気づいてなかったけどね。
仮にそのストーカーまがいのね行為が仮に受けを狙っている行為であれば全然面白くないんですよ。ね、笑いのセンスを磨き直せと。なんでこの仁科くんに対して送られてきているメールが冗談なわけがないわけですよね。素早く指を動かし、なんだ急に BGM が消えてしまった。バグじゃないよね、大丈夫。最近俺の PC 本当に危なっかしいから、素早く指を動かし、送信元のアドレスを、受信拒否に設定した。あ、なるほどね。ふう、これでストーカーからね、ストーカーは諦めてくれるでしょうか。設定が終わると、ささくれ、ささくれだった気分が落ち着いてくれ。明るく楽しくが西田のモットーだ。嫌な感情はとっとと忘れてしまうようにんしまうに限る。でもさ、夢みどりのね、夢みどりの登場人物である小野寺くんはね、誠くんが受信拒否したところで全然めげませんでしたよね。うん、その後もストーカーをね、小野寺くんは続けていました。果たして今回のストーカーさんはね、どれほどの執念を持っているか楽しみですね。うん、意地を見せてもらおうじゃないか。はい。教授が、講義室に入ってきたのを見て慌ててスマホをしまい込んだ。さあどうなる？どうなるっていうか普通に授業が始まるだけか。おっと、なんで今テロップが入ったんだ。折り返し地点かな。西野はいつものようにサークルの部室でダラダラと過ごしていた。他にはスマホに熱中する三橋がいるだけだ。何のサークルに入ってるんだろうね。二人が1年生の頃から所属している手品同好会、は、適度に緩やかで心地のいいサークルだ。年に一度の、大学祭で簡単なマジックを披露する以外はほとんど部室で、食べるだけ。たまに老人ホームなどに慰問に行くが強制参加ではない。ちなみに祖父母に可愛がられて育った西野は好んで顔を出している。そうなんだ、偉いね。お、いたいた。あ、そうだ、前々回、リスナー様から、コメントいただきまして、やはり、隣の人に登場する青木さんと菊池さんは夢みどりに登場する青木先輩と菊池先生だったようですね。うん、同一人物でございました。うん、道理でね、似ている点が多いと思ったら同一人物でしたね。ありがとうございます、コメント。部屋の扉が開いて青木が顔を覗かせる。そのまま断りもなく中に入ってくると、買ってしてる様子で置いてある漫画本を物色し始めた。青木はサークルメンバーではないが、授業の合間の空き時間などにこうしてやってくることがある。西田も三橋も慣れたんで、もはや関係者でもないのに入ってくるなど注意することもない。あまりに馴染んでいるんで下級生の中には青木もサークルメンバーだと思っている者もいる。漫画本を一冊抜くと、青木は椅子に腰掛ける。しばらく紙をめくる音がしていたが数分もしないうちに、本を閉じてしまった。それつまんないの？いや、もう読んだやつだった。だっせ、言う前に気づけって。うるせえな。おい三橋、こいつ黙らせろ。なんで俺だよ。ペットのしつけは飼い主の責任じゃないのか。しょうがねえな。なんか今の今の言い方、ジョジョのホルマジオみたいになっちゃったね。なんで納得してんだよ。身のない会話を続けていると不意に三橋が立ち上がる。俺コンビニ行くけどどうする。ウーロンハイと角煮まん炭酸系なら何でも。了解。そう言うと三橋は財布を持って部室を出て行った。三橋がいなくなると青木は新たに、漫画本を選んで読み始める。西野も先ほど青木がもう読んだやつと言っていた、と言って放置した一冊を手繰り寄せた。おっと、
メールでございますね。先ほど西野くんはストーカーであろう人物のねメールを受信拒否しております。さあ今回メールしてきた相手は一体誰でしょうか。いざその本を開こうとした時、西野のスマホが小さく震えた。メールだ。数日前のあのメールが思い浮かび、西野の眉間にシワが寄る。いやそうだよね、あのアドレスは拒否してある。どうせメールマガかなんかだろうこれはフラグではないのか。盛大なフラグの匂いがする。早急取り直してスマホを手に取った西野目が驚愕に見開かれた。うん、まあ大体予想はしてたけど、ストーカーってさ1回や2回受信拒否したぐらいじゃ全然諦めないからね。おそらく、またしてもストーカーからのメールでしょうちょっと待ってちょっと待って待って近い近すぎる。これはなんだ、ストーカーの盗撮技術がすごいのか、それとも西田くんが鈍感なのか、はたまたどちらもかだよね。だってもう見えんじゃん見えるでしょこの距離。またあのメールだ。西田へという件名、知らないアドレス、本部にはサークル楽しいと一文字だけ、そして添付された画像。画像は校舎内を移動する西野を写したもの。今日それも、ほんの数時間前の自分がそこにいた。ということはもうやっぱり犯人は学校内にいると考えて確実でしょう。単に盗撮されているというだけでも気分が悪い。それに加えて西野の嫌悪感を強く煽る点があった。うん近いそうだよね、そこだよね。かなりの至近距離、わずか数十センチの位置から撮られている。これもうスタンド攻撃じゃね。このメールを送った何者かは、こんなにも自分の近くにいた。手を伸ばせばそうだよね、容易に触れられてしまうほど近くに。よっぽど犯人は影の薄い人物のようですね。左手に痛みが走って無意識にきつく握りしめていたことを自覚した。開くと爪の、跡がついている。思わず舌打ちがこぼれた。どうした？はっと顔上げると青木がじっと西野を見つめていた思ったんだけどさ、青木くんの周りってヤンデレとかストーカーが多いよねうん、青木くんも苦労人ですね。黒峰くんといいね、今回の一件といい。いつになく真剣な顔をしている。青木のそんな表情を見るのは初めてだった。なんだろう、この世界線ってさ、夢緑の後の世界線なのかな、それとも前の世界線なんだろうか、わかんないね。いやちょっとさっきメールが来てたな、そのせいか。そういやこの前も、メールがどうか言ってたよな。わ、名探偵かよ。体大人、頭脳も大人、あっちの方もやめてきましょう。そうのは青木くんだ。青木の軽口に西野の体からふっと力が抜ける。ちょっと変なメール来てさ、一回アドレス拒否したんだけど、さっきまた。そう言って青木にスマホの画面を見せる。キモいだろ、毎回盗撮画像付きだぜ。黙ってるね。これ撮ったのは男だな。なぜわかった？確かに青木くんって夢緑の時もね、結構冴えているキャラだったよね。うん、推理力があるというか。今回も青木くん頼りになりそうですね。え、なんでわかるんだよ。写真の角度だよ、俯瞰で撮ってるだろ。お前の身長は俺と同じくらいだから、この角度なら。青木は言いながら立ち上がると、頭の斜め上で手のひらを水平に振る。なんだ、この辺から撮ってんな。こんなでけえ女そうそういねえだろ、犯人は男だ。急に雑青木くん、青木先輩、ちょっと信じていたのに。割とガサツな推理だね。身長大きい女の子もいるけどね、そもそも青木先輩と西野くんの身長わかんないからね。青木の手の位置は180センチ後半から
190センチ前後を示している、うん、確かに学内でそんな女を見た記憶はない。男と考えるのが自然だろう。相当近くから撮ってるみたいだけど、カメラの音が、カメラの音はしなかったのか。いや全然、うん、180から190センチぐらいの身長のキャラってこのゲーム一人しかいないけどね。さすがにそこまで間抜けじゃねえか。音のしないカメラアプリでも入れてるんだろうな。思ったんだけどさ、この音のしねえカメラアプリの使い道って何盗撮しかね考えられないんだけど、何のために開発されたんだこのカメラアプリは。まとっとと、休止設定して、それでも来るならアドレス変えちまえ。学内で撮ってるってことはこの大学の誰か。そうだよね、学生課にも相談しといた方がいいぞ。学生課は大げさだろ。男が男にストーカーされてますなんて言っても、真面目に取り合ってくれるとは限らない。きっと笑い物になるだけだけど、お前膝悪いんだろ。いざって時に逃げらんねえぞ。あ、そうだね、中学の時に、高校だったかな、故障してるから。大丈夫だって、少しなら走れるし。西の膝はバスケ部時代にジャンプを繰り返したことが原因で故障している、いわゆるジャンパー膝、そんなんあるんだというやつだ。当時のコーチに膝の痛みを訴えたが、練習を休むことは許されず、やがて取り返しのつかない状態まで悪化してしまった。以来西田は学校側の人間というものを信用していない。助言してくれた青木には悪いが、学生課へ相談などという選択肢は早々に塗りつぶした。ひとまず前回同様に受診拒否に設定しておく。多分あんまり意味ないと思うけどね。ま、お前が大丈夫ってんならいいんだけど、やばくなったら言えよ。気が向いたら助けてやる。向かねん時もあんのかよ。青木との会話のおかげか、西野の気分は随分軽くなっていた。誰が何の目的で行っているかは知らないが、うん、早めに飽きてほしいものだと。はい、ということで、うん、今回ストーカーの被害が止むどころかエスカレートしてきましたね。とても面白い展開でございます。まさかあんな近くからね激写されているとはね、思わなかったんで、ついつい笑ってしまいましたが。はい、ということで、謎が深まるばかりです。犯人まだ分かりません。ということで、ね、今回ちょっと区切りがいいんで、この辺で、締めたいと思います。次回もお楽しみに。さよなら。